こんにちは、クラビーです。ジャズの楽しみ方っていろいろあると思うんです。何も考えずに楽しむ、もちろん僕もそんな時もあります。でもジャズは知識があるともう少し突っ込んで楽しめる、そんな側面もあるって思います。とりあえずまずは何もなしでサマータイムという曲をジャズで演奏してますので聴いてみてください。
どうでしたか？ジャズの雰囲気楽しめましたか？では少しこの曲の内容を見てみましょう。サマータイムは1935年、オペラポギーとベスのアリアとして作曲されました。大作曲家ガーシュインの名曲です。作詞はデュボーズ・ヘイワードです。内容は子守歌なんです。歌詞はこんな感じです。可愛い子供よ、ねんねしな、お父さんとお母さんがいるからね、という内容です。子守歌っていうのはマイナーキーで作られているものが日本でも多いですよね。奉公人が子供を寝かしつける歌だから苦労などがにじみ出るという説が多いです。このサマータイムも綿花プランテーションと漁業のためにアメリカに連れてこられた黒人が奴隷として働いている設定で使われます。綿花が育っても魚が飛んでも自分たちの生活が楽になることはないけれど歌っているという悲しさを秘めています。この子守歌は劇中で3回歌われます。一つ目は冒頭でクララがジェイクの子を抱いて歌っているシーン。とても静かに歌っている感じです。海のせせらぎなんかが効果音として使われているのが印象的です。二つ目は嵐でジェイクの帰りを避難所で待つクララが子供ときっと自分自身をなだめるために歌っていると思われるシーン。これは激しい伴奏がついています。3つ目はジェイクを追って2人とも帰らぬ人となった後、友人のベスが2人の子を抱いて歌っています。とても物悲しく歌われます。歌詞の意味がどんどん悲壮に聞こえてくるという設定になっています。ガーシュインマジックっていう感じですね。インストロメンタル、インストって僕たちは訳しますが、歌がなくて楽器だけで演奏する、そういう演奏の時は激しく演奏されることが多くて子守歌なのになぁと思っていましたが、これを知ってそういう内容を秘めているんだなと感じました。実際のサマータイムの演奏はこんな譜面を手がかりに僕たちは演奏しています。さっきの演奏の長さから考えるとこんなに短いのって思いますが、これをずっと繰り返しているだけです。まずメロディーが書かれていますよね。このメロディーを演奏してその後はこの上のハーモニー記号だけを手がかりに演奏していきます。このハーモニー記号っていうのでどんな音を重ねているかという決め事が行われています。僕たちはこれをククのように覚えています。メロディーは歌詞が2番まであるので2回やることが多いですが、インストでゆっくりの演奏だと1回しか出てこないこともあります。ベースはこのハーモニー記号からハーモニーが分かるように音を組んでいきます。メロディーの音を見ながらメロディーの音とぶつからない音を選びながら演奏します。ドラムはメロディーの空いた部分を埋めたり、アドリブの間ではハーモニーの区切れを見ながらアドリブの流れを予測して演奏していきます。それでは演奏を聞きながら解説していきますね。ではもう一回聞いてみましょう。イントロはギターがこの曲の最初のコードを使ってリズムを繰り返しているので、これにベースとドラムがついてきてイントロが作成されていきます。メロディーが始まったのでコード進行はメロディーにくっついていきます。今のドラムとベースがチャッチャンって決まったのはよくあるお決まりのフレーズで、譜面に書いてあるわけではありません。この曲は少し短いのでメロディーが2回繰り返されます。今ドラムが止まってクレッシェンドしたのも、これもよくあるフレーズで譜面に書いてあるわけではありません。ベースがずっと四分音符弾いているので、ギターの合間はドラムが埋めていきます。もちろん決まってるわけではないので予測しながらです。ギターソロ2コラス目に入りました。
同じフレーズを2回続けて合間を空けると予測しやすくなるので、ドラムも反応しやすくなります。同じ作曲者のガーシュインのファシネーティングリズムっていうメロディーを使ってアドリブしていますね。メロディーが出てきたので終わりを感じさせますので、次のベースソロに向かう準備をみんながします。ベースは音量が小さいので、全員が音量を下げてベースの喋ってることに耳をそば立てます。ギターがベースの合いの手を打っているのに対して予測できたので、ドラムが輪郭をつけています。ベースが裏裏裏というメロディを使っているので、全員が裏に合わせていますね。ベースの合図があったので、ギターとドラムのソロ交換が始まります。ドラムのアドリブの間も曲は進行しています。ギターが手を頭に持っていくのは頭に帰るという意味で、曲のメロディーに戻ります。同じメロディーですが、ベースはオープニングの時は半分のリズムで弾いていたのを、今回は普通に四分音符で弾いています。アドリブで燃焼したので気持ちが一段上がってメロディーが返ってきてるって感じですね。ベースはクールダウンして最初のリズムに戻ってます。定番のエンディングのメロディーの繰り返しに行くのかなと思ったら、最初に使ったイントロのパターンを使ったので、メンバーは即座に合わせています。イエーイ。どうでしたか？この後また頭に戻ってもう一度演奏だけを聞き直して、違って聞こえる人はジャズが大好きになる素質があるやもしれません。もちろんこんなこと考えなくてもジャズが大好きってのもありです。ジャズはこんなアンテナをいろいろ立てておくと、こういうふうに解釈するんだ、面白いなとか、いやー俺と思ってるのは随分違うな、みたいな楽しみ方ができる音楽だと僕は思うんです。音列の組み方を楽しむとか、演奏の組み立て方を楽しむとか、アレンジを楽しむとか、ライブだとアイコンタクトとか、空気感、臨場感みたいなものも楽しめると思います。本当にいろんな楽しみ方があると思います。ぜひライブハウスに行ってみて楽しんでみてください。僕のメールマガジンがあります。もう登録してくださってる方も見えるかと思いますが、定期的にこのような曲の解説や楽しみ方講座のメールをお送りします。詳細の欄に URL を貼っておきますので、よければぜひ登録してみてください。ではありがとうございました。